はい、ガルモ3やっていきたいと思います。なんかここがすごいキメキメだね。金曜日の夜9時20分ですね。金曜ロードショーがやってる頃ですね。ちょっと服をね、なんかスプラトゥーンコラボの服が意外と可愛いなと思ったので、ちょっと着せてみました。なんかアイテムが可愛いのよね。あ、カズコちゃん、髪の毛大丈夫？奇遇ですね。はい。セットしてくれた部屋が素敵なので嫌味かな。はい、メイクもお願いしたくなりました。やめなよ、これ以上私に何かをやらせていいの？後悔するよ。この前ダンスの練習うまくできたけどごめんね。ヒレの高い靴を履いてきたから思うように踊れなかったよ。やっぱ靴選びは大事だよね。踊るのにヒールはちょっとね。いや、さよりこの間だってこれいらないって言ってたよ。どうしようかな。なんかみんなじゃん。うわ。また来てね。やべ、アジアンな人しか来なくなった。どうしよう。まあ褒めてくれるのはありがたいのよ。ただね、うちの店ないのよ。この人もそうでしょ、渚ね。買えんな、渚。やばい、こんなに客断ったこと私初めてよ。もうハッシュハッシュやり直したい。どうしよう。はーい。ちょっと待って、本当に。やめよう。ちょっと店やめるわ。ちょっと。さよなら。さよなら、私の店。そう、なんかさ、食べてる時のあれも写真撮った方がみたいな。3D のアドベンチャー映画を見てきてよ。すごい迫力だったな。隕石が降ってきたんだ。へえ。あ、ジュエリーじゃん。ちょっとスプラトゥーン柄なんか着て、なんか選んでる時は可愛かったけど、こうやって映ってる時ちょっと地味で嫌ね。次回は着替えときますね、また。何？さっき面白いことがあったの。歩いてる間、ああ、はいはい。いや、マジで来て。あんたたち店に来て、本当に。頼むよ。いらっしゃい。いらっしゃいって言っちゃった。売れるといいね。頑張れ。メグ。ハテナちゃん、髪型可愛くない？マユ。今度ダンスの発表会があるの。でもなかなか上手に踊れなくて。そうね。自信をつけなさい。自信が出る髪型？坊主とか？元気よく。ヒップホップだよ。はーい。お団子とか。わあ、オッケーオッケー。お団子ね。はい。踊ってみてもらえますか？無理って言われた。カジュアルな感じ。ね、これは。この間あった、のと同じじゃない？全く。ここまで同じだと思わなかったわね。黄色でしょ？バナーナとビスケット。美味しそう。バナナとビスケットだって。食べたい。食べたいね。
え、前髪が可愛い。よかったじゃん。うん。私のビジュアルすごいギャング感があるわね。まだ秋の、秋の言っとく？うん。子供っぽいって言われたんです。大人っぽい感じ。全然子供っぽくないけどね。何がいけなかったんだろう。部屋はどうしましょう。何でもいいの？前髪はなしにしよう。嘘でしょ。前髪あったら可愛いと思うんだけど。ヘアカラーは？紫、おお、すごいね。紫か。やばいね、ベリーショート。絶対しちゃいけないよね。ロングじゃない？私と同じロングにしな。あ、こういう人いるよ。おでこ出してるし。で、紫？どっちが可愛い？ライラック。ロックバイオレット。ライラックのは可愛くない？小豆ミルクも入れてね。うん、いい感じよ。あ、でも、瞳とかも紫だし可愛いんじゃない？帽子のおかげですごく可愛い。うん。よかったね。あ、今回成功してない？私髪型。割と失敗しがちな私が。いろいろ増えるね。ジュエリーはダメです。ソアラ。はい。動きやすいけど女の子らしいヘアスタイル。河原で走ったとしてもベリーショートじゃない？でも女の子らしくはないか。短くします？そこは今の生がいいです。長い髪は女の子最大の武器だと思ってるから切りたく、長くないじゃん、でもあんた今。あ、そういうこと？アレンジヘアにしてくれますか？ポニテ？ポニテね、オッケー。てってん、ポニテね。どうしよう。うわ、普通の人になってしまうよ、大丈夫？あ、普通なんか、保育士ですって言われたら信じちゃう。髪色は何でもいいんでしょ？もう女の子らしさ欲しいんでしょ？じゃあ暗い方がいいかな。あ、かわいいね。でもこれかな。あ、いいんじゃない？はい。悪くないね。メッシュも随分変わりましたけど、これもいいですね。まあね、お金ばっか稼がせてもらってね。うん。レオとの散歩がまさに楽しくなりそうです。はい。さすがにもう帰る？ちょっとさすがに自分の店やる？自転車の色は何が好きですか？私は赤が好きですね。うん。マイロードで見た気がします。マイロードで見た気がします？ここだよね。ここね、私の顔が切れちゃってるから、あんまり長いしてないんだよね、いつもね。チャリなんているでも。え？チャリ？後ろに人はいっぱいいるけどね。チャリなんていなくない？
でもなんかここまで来るとさ、やめるタイミングは分かんないわよね。見つけた方がいいのかなみたいな。え、マイルフロってここだよね。違うのかな。あ、違うわ。マイルフロ、あ、ここだった。ごめんなさい。信じらんな、だし。何欲しいの？あ、そう。買えんなよ。マジで和風しかこうね、これさ、ファッションショーって大事ね。なんか、こんな大事だったファッションショー。ファッションショーに影響されて来る系の客が多すぎる。今までね、こんなことしたことないもんね。わくみバイバーイ。え、わくみ全然可愛くない。ロックにしたんだけどな、外観ダメなのかな。あ、わかったわかった、わかりました。お店のことをショーウィンドウをロックにすればしてないなと思って。で、これで OK かな。やった。普通の子たち来てくれてありがとう、見とこう。うん。え？待って、この、はい、だだ、すいません。このトップスはね、あれだよ。確か、ベーシックだよね。ベーシックあんまりないのよ。これだとさすがに普通すぎるから。でもまあ、デニムがいいんじゃない？普通。とっても普通。いや、いらないよね。あ、オーバー、めっちゃオーバー。はい。割と限界はあるよね、値段的にね。あ、普通だ。普通の人だね。いやでも水戸子には感謝してるからな。あ、ありがとう。何？席が埋まってきたよ。次回のショーのチケットも順調に売れているよ。また満席にしたいね。そうだね。満席にするためにも本当にうちに来るお客にはちょっといい加減にしてもらわないといけないよね。ほら、なんでよ。お姫。え？お姫ちゃん。会ったことあった私。ないよね。今噂の洋服屋さんかな。はい。常夏ビーチでだいぶ、常夏ビーチ行ける系のやつ。行きたい行きたい。ルミナスターの人たちもよく遊びに来るんだけど、その人たちから聞いたんだ、素敵な洋服屋があるって。ポップなコーデ選んでくれるかな。ポップなコーデ頑張ろう。ポップね。よかった、74個ある。ポップスカート、あ、スカートは絶望的。これが一番かわいい。あ、かわいい、これデニムなんだね。入荷した人がえーとか言ってるのやばいよね。あ、なんかピンク系でちょっと固めたら意外とかわいくなるんじゃない。
え、しかもさ、言うてこの子だ、常夏ビーチの子でしょ。露出高くても別に大丈夫系じゃない？ダメ？これはさすがに露出しすぎ？ダメかな？私意外とありだと思ってるんだけど。色変えて、うーん、これの方が可愛いよね。 OK してくれると嬉しいな。私はそうね足元あんまりいいのないわ、ごめん。ドーナツこれかな。待って、25,000、やばい。え、高くないね、信じらんない。はい、まあ、やっぱ常夏ビーチだからね、露出高めにね。いいじゃん、かわいいじゃん。うん、すごいね、露出具合がね。まあでもいいんじゃない。本当はサンダル履かせてあげたかったけど、なかったからしょうがないね。俺と言ってはなんだけど、店長さん常夏ビーチにしよう。やった、駅で待ってる。マジか、ちょっと私服着替えるか。さすがに常夏ビーチ行く服じゃないでしょこれ。そうだよね。ビアンカビアンカ着たいのこれ。うん、帰りなよもうえ、ちょっと待って、着替えるわ、さすがに。いや、このさ、コラボ系が基本可愛いなと思っちゃって着せたんだけど、結構あんのよね、女剣士とかね。どうしましょう、夏感出した方がいいよね。そうなんですよ、私基本的にはクールがいいので、クールとセレブとフェミニンでそうね、海に行くんだったらやっぱり露出は高い方がいいんじゃなかろうかと私思いますので。でも露出が多い中にやっぱちょっとそこはね、大人なんですよっていう、うん、なんか決めてる感じも欲しいなって私はやっぱ思っちゃうわけですよ。そうなんだよね、露出がしたいけどみたいな。足出すか、そうだね、たまには足出しましょう。え、可愛くないいつも私ガルモでこういう服着ちゃうよね。どうなんだろう、微妙？まあいいや、私がとりあえず可愛いと思うものでいきますよ。バッグはなくてもいいかな、海だしね。海にバッグ持って行ってもね、どうせ砂入るから、うん、こっちの方が真っ黒って感じ。ヒョウ柄？ヒョウ柄ありじゃない？うん、あーでもなんかちょっとダサいか、ちょっとダメよ、ヒョウ柄やめなさいやめなさいってあんたがつけたんでしょうよっていうね、まあ、それ言われたら終わりなんだけど。よし、行きましょう、海海ルンルンルン。お待たせ。うん、夜に海行くのいいよね。あ、絶対 色あるよね、多分。いいじゃん、潮風が気持ちいいね。どうどう、素敵なビーチでしょ。ほらこっち来て、浜辺を案内するからさ。素敵、
夜の海って開放感と違った心地よさがあるよね。写真撮っちゃう。いや、これ写って映えでしょ、映え。うん。不思議なところでしょ。私もともと町に住んでいたんだけども、この海の魅力にやられて引っ越してきたんだよね。あ、フォト撮るんだ。ごめん、撮っちゃった。全然チケットはけてないけど、もう一回海行っていい？行くよね、だってこれはね。海、海、海。再びこの常夏ビーチに来てくれると信じてるよ。おすすめスポット紹介するから来てね。今から行きます。よいしょ。2000円ちょっと高いわね。なんかさ、常夏ビーチに謎の占い師いなかった？気のせい。うん、いいと思う。ルイン。一休みしていきませんか？テラスカフェ。かわいい。ね、今のよかったね。てか写真撮り忘れた今。撮ればよかったね。たまには顔出して。たまにじゃなくてもいつでもいいんだよ。わかった、オッケー。今すぐ行くね。秒だよ、秒。はい。あ、宝庫だ。今度ここで女子会したいな。開放的な雰囲気の中でいろんなこと語り合うの。特製ジュースに南国フルーツ。美味しいものに囲まれて女子トーク。いいね。また写真撮るの忘れたんだけど。ドリアンはね、臭いしね。すごいわね。ほい。あ、いい女感すごい。帰ります。さよなら。お、ジュエリー来てる。夕日が綺麗だね。思い切って奮発してるよ。まあ、でもそっか、2000円だもんな。実際さ、2000円かけてバット出かけるかって言えたら、ちょっと考えるもんね。ほら、メンズ0時。0時って感じの顔ね。この水平の先に何があるか知ってるか？この向こうにはミッション世界が広がってるんだ。多分そうなんだ。世界の最果てってどこなのかしらね。俺の本職漁師なのになんで船持ってないんだろう。そっか、漁師なのか。お姫、来たよ。こんばんは。結婚と常夏ビーチの名称教えてあげるよ。出た、金の岬。よし。いい写真じゃない？これ絶対色あるよ。綺麗でしょ？常夏ビーチで一番見晴らしがいい場所なんだよ。誰？シーナ。シーナ。多分人間観察は好きなのかしら。好きよ。まあそこでね、喧嘩して別れそうなカップルとか見てきっと笑ってんのよ。彼女有名な小説家なんだよ。あそこで一日過ごすと作品アイデアが湧くんだって。私がビーチにいるように彼女はいつも金の岬にいるんだ。オッケー、ありがとう。こんなもんだっけね、行ける場所って。カップル以外は来ちゃダメというわけじゃないのよ。いい場所だから見に来てほしいわ。なんか私もカレピをね、捕まえて、レイジをちょっと連れて行きましょう、じゃあ。また同じ話してる。彼モテないだろうね。同じ話ばっかしてるもん。
ヒソカ。ハンターハンターかな。あ、うん、その写真は撮ったから大丈夫。まだいるよ、レイジ。この海は波の状態がとてもいいんだ。特に突如として現れる特大ビッグウェーブ。通称、ウバザメの背中は世界中のサーファーの憧れさ。王道を持つ女は一度は乗ってみたい波だね。もしかしたら今日あたりその波が来るかもしれない。俺は丘サーファーだから波に乗れないけどな。そうなんだ。レイジはずっといるのね。バイバイ。後ろ歩いてる子ちょっと怖いのよね。なんとも言えない怖さ。じゃあちょっとさっき撮った写真だけ見せに行こうよ。うん。あら。あら、この子懐かしい。私レフっていうの。何素敵な格好してるからぜひ写真に収めたいと思って。いいですよ。可愛く撮ってねって。よし。さあ、最近結構フォト撮ったんでね。まとめて見せていきますよ。はい。え？ないの？私今のあると思ってたんだけど。これは？これさすがにあるよね。うん。あ？じゃ、これは？これもない？もうダメだね。今日私が撮ってきた写真は全滅かもしれない。マジ？ダメみたい。もしくは私が明かりとの相性が悪すぎるのかもしれないよね。これはあるでしょ、さすがに。え？喧嘩だよ、そろそろ。この辺ってもう見せたのかな、私。見せてないよね。これとか。あ、見た、あったみたい。シティ。シティって色。でもシティを手に入れたってこともないんじゃない、この辺の写真には。あった。え？あ、じゃあ今のはシティなのかな。これは私なんだけど、これ。もうダメだよ。お、ダメみたい。やっぱシティはシティなんだね。分かった、理解した。じゃあもうないよね。あと大体見したもんね。チェチェとか言って。アンクルウッディ。はーい。さよなら。まあ、また写真撮ったら来るわ。うん。あら、小鹿ちゃん、どうしたの？こんばんは。髪もいじってもらおうかな。あ、若じゃん。チャオ。前は髪を、ああ、はいはい。よし、ということで、今回はね、常夏ビーチにも行けたので、この辺で終わろうかなと思います。よし。次回はチケットをたくさんばらまくっていうのを目標にやっていこうと思います。バイバイ。